持ちタイム上位の選手たちが登場してきます。15名の選手たちです。それから、まあ、世界陸上東京オリンピックにも出場した積水化学浦部蘭もこの2組目に登場します。女子 1500m タイムレース2組目がスタートしました。さあまずどのような展開になってくるでしょうか。長身の選手が出てきました。積水化学の浦部がかなり積極的にまずは飛ばしていこうという展開。そうですね、先行してますね、はい、一方で田中ですが、高平さん一番後ろですか。はい、後ろの方につけましたね。これは縦長になった時にどのような反応していくかっていうこともね、楽しみな展開になりましたね、はい。まあ、田中はこれまでのレースを見ていても一本一本明確なこう意図を持ってレースをする選手だと思いますが。そうですね、あの今大会もですね2種目にエントリー、 5000m も走りますけれども、はい、1500m どのような位置づけでやっているかというのもですねレースで見られるというのもですね、はい、田中選手に期待また楽しみにさせてくれる選手ですよね。東京オリンピックでは8位入賞しているこの 1500m 田中希実、トヨタ自動織機は一番後ろを走っています。先頭を引っ張るのが積水化学の浦部蘭です。この浦部も東京オリンピック、それから世界陸上オレゴン大会を経験しています。外国勢2人の選手もいます。日本勢は13人です。最初の 400m 66秒38で通過していきました。ですからだいたい4分10秒ぐらいのフィニッシュタイムになるような、そういうペースですか。そうですね、あの多くの選手が4分10秒前後のタイムを持っている人がいますので、はい、まあ、こういったところまた大会記録っていうね4分11秒34ですね、はい、そこも狙えるようなタイムになってますね。大会記録ペースで、ただ15名の選手誰も離れることなく、田中が徐々にそのポジションを上げて今後方5番目を走っているというところになっています。それから日本勢の前の方を見ますと、田中希実と同じユニフォーム、トヨタ自動織機練習パートナーでもあります後藤夢が現在3番目につけていました。田中です。田中がやはり高平さん、この辺りで徐々にポジションを上げてきましたね。そうですね、あの先頭を走る浦部さんから少し列が長くなりましたので、はい、ここで前の方に行っておかないとずっと後ろを走ることになりますので、はい、しっかりと前の集団にねつけるような形になりましたね。まあ、田中ですから必ずどこかで切り替えてはくるでしょうが、そのタイミングがどこになるのかというのも注目です。まもなく 800m を通過するところです。先頭積水化学浦部蘭が引っ張ります。 800m は2分15秒50で通過をしていきます。少しねペース落ちたかなという印象ですけれども、はい、またここからねあの切り替えるスピードを持った選手たちが集まってますので、はい、少しまた上がりが出てくると思いますので、そこに反応できるかというところもね一つ注目ですね。浦部蘭、積水化学先頭、コモディーナのアキドル、そしてトヨタ自動織機の後藤、ユニクロの吉川がいて、今田中が5番目のあたりを走っています。先頭集団がかなりこう密集してきたといいますか。そうですね、あの浦部選手が少しペースが落ちてきたのもあるのかなというところで、少し集団が横になりましたよね、はい、ここでまた誰が前で出るかというところですね。田中が出てきましたか。田中が出てきた、はい、田中アキドル、しかしインコースから浦部も来た。3人がほとんど横に並んで残り1周 400m になりました。さあ切り替えていく。アキドル先頭ですが、その横田中、浦部が現在3番目、後藤が4番目を走っています。田中が出てきました。切り替えましたね。切り替えました。明らかに腕振りが大きくなりました。あの滑らかにねあのスピードを上げてきますので、はい、どこで切り替えたかっていうのがわからないぐらい、ね、素晴らしい切り替えを持ってますから、またこの最後のね局面に来てもブレないこの柱、素晴らしいですよね。表情はほとんど変わりませんが、全くブレない腕振り、そしてストライド、一気に大きくなってスピードを上げていく。これ最後の直線で、ね、またマーガレット・アキドル選手、はい、面白いですよ。2人の争い、優勝争いはこの2人に絞られたか。残り100、最後の直線に入る。しかし差が広がっていく。アキドルを引き離す田中希実、圧巻の走り、これが世界を知る田中希実の走りです。全日本実業団1500を制しました。お、素晴らしい大会記録。4分10秒43は大会新記録。最後の1周一気に切り替えていきました。本当ですね、本当に最後の1周まで走ってきたかというのも忘れさせてくれるぐらいのねスパートでしたね、はい、その後アキドル、そして同じトヨタ自動織機の後藤が3番目に入りました。優勝は田中希実です。
いや4分10秒41、今日は序盤は抑えて後ろから走って最後残り1周 400m になって一気に切り替えました。そうですね、この素晴らしい走りを持っているからこそどんな展開になってもね、対応できるという力があるというのが田中選手の素晴らしい部分でもあると思いますので、はい、また世界を経験してね、どんなことにも対応してくるこの素晴らしいレースが見られるのもね、我々としてはね嬉しいですよね。ラストの 400m1 周だいたい今62秒ぐらいでカバーをしていきましたから、明らかに切り替えたという田中希実、全日本実業団 1500m を制しました。田中希実選手です、お疲れ様でした。まず今日のレースを振り返っていただけますか。そうですね、とにかく勝ちたいっていう気持ちはあったんですけど、まあなんていうか思ったより余裕は作れなかったかなっていう印象があります。勝って、終わりたいっていう気持ちで、最後は、粘ることはできたかなと思います。女子 1500m 優勝は田中希実、4分10秒41は大会新記録で制覇となりました。3位に後藤、そして4位にワコールの井出、そしてずっと引っ張りました積水化学の浦部は11位でした。